2018年6月期第28期の分配金につきましては1万194円とさせていただいております。前期第27期に比べますと48円の増配で、業績予想予想比に比べますと114円の上回っての着地となっております。実績といたしまして3期連続しての1万円超えを達成することができております。また現在走っております第29期につきましても1万180円の予想とさせていただいております。分配金の水準が着実に巡航ベースで1万円を上回るというレベルに上がってきているというところであると思っております。第28期におきましては新規物件を2物件合計でですね110億円強の資産を取得をしております。これによりまして取得価格ベースになりますけれども資産規模が3000億円に達しましたというメッセージでございます。名古屋有数の繁華街栄の大津通りに面しております栄グローブ、こちらその持ち分 60% をスポンサー三井不動産から93億円でこの3月に取得をしております。でまたもう一つはスポンサー以外からの取得ということで東京の豊島区にございますサミットストア東長崎店の底地でございます。こちらを6月におよそ20億円で取得をしております。またララポート新三郷と三井アウトレットパーク入間こちらにおきましてマスターレッシつまり三井不動産サイドで比較的大掛かりな施設の改修を行っております。次に財務面になります。引き続き保守的なバランスシートでの運営を継続しているところでございます。当期第28期の期末時点におきましては借入金投資法人債加えましてテナントさんからの敷金保証金そちら加えました負債こちらの総資産に対する比率で申し上げますと 44% でございます。またテナントさんからお預かりしております敷金保証金を除いたベースいわゆる有利子負債比率ということで申し上げますとおよそ 32% という水準でございましてレバレッジの低い保守的な水準での運営を続けておるというところでございます。また先月7月の初旬になりますけれども投資法人債2本合計で20億円を発行いたしております。償還期間が12年と20年ということでいわゆる超長期と言われる年限の債券を2本同時に記載することができております。これもフロンティアの極めて安定したキャッシュフローと健全なバランスシートを投資家の皆様にご評価いただいたものと考えております。また期末時点の借入金全体の調達金利の引き下げ期末平均で 0.52% でございます。また残存年数の長期化5年を超えまして 5.03 年ということを両立させることができましたというところでございます。